優しい戦国武将ベスト5。家臣や領民に愛された武人の素顔とは。皆さんこんにちは。今回の歴史の細道は、温和で優しい戦国武将ベスト5について紹介していこうと思います。戦いに明け暮れ殺伐とした戦国時代には、多くの冷酷非情な武将が登場します。部下を簡単に罰し、時には見捨て、あるいは恐怖で縛り付けるなど、あらゆる方法で統制を図りました。また領民を苦しめておきながら涼しい顔をしていた者もいたことでしょう。一方、そうでなかった武将も確かに存在していました。慈愛と情けを持って家臣や領民に接し、皆から愛された名君として名を成した武将です。今回は温和で優しい戦国武将と題し、心が穏やかになるストーリーをお届けしましょう。第5位、清廉潔白で正直者、庶民からも慕われた名奉行、光力清永。まずご紹介するのは、徳川家康の家臣にして武蔵岩槻城主にまで出世した光力清永です。今川家の人質となった家康に付き従うほど古い家臣で、早くから信任が厚かったといいます。やがて家康が独立を果たすと、清永は岡崎奉行として辣腕を振るいました。他に本多重次や天野安景らも奉行を務めており、3人合わせて三河三奉行と呼ばれています。厳しい見方をする重次、常に公平を期して判断する安景、そして優しさと情けを合わせ持った清永と、それぞれの個性に合わせた職責が与えられました。清永は仏光力と呼ばれるほど誰からも愛され、まるで仏様のような慈愛に満ちた民生は庶民から好評だったといいます。三河武士にしては珍しく、きめ細かい気配りができ、困ったことがあれば嫌な顔一つせず耳を傾けたとも。また仏と名が付いたのは別の理由もありました。永禄6年、1563年、三河一向一揆が勃発した時、清永は家康側について一向一揆と戦います。どうにか鎮圧して平定を終えたものの、戦場となった地域は荒廃し、人々が逃げ出しているありさまです。特に生き方の拠点となったトロ本州寺付近が特にひどく、寺社は破壊されて仏像や経典はちりぢりになっていました。そこで清永は、どんな時も神仏を敬い、心を磨くことを忘れてはならぬと言って、散乱していた経典を一つ一つ拾い集めて元の場所へ戻し、焼かれた寺社なども復興させたそうです。これを見た人々は清永のことを仏のようだと噂し、いつしか仏光力と呼ばれるようになったとか。そんな清永ですから、その生き様は常に正直であり続けました。朝鮮出兵の際、豊臣秀吉は家康に対して船の建造を命じます。そこで造船責任者として清永が指名されるのですが、実際に船を作ってみると思いのほか安く出来上がりました。清永は余った金を懐に入れることもできたはずですが、あえて金がこれだけ余りましたのでお返しいたしますと家康に返却したのです。すると家康は驚き、なんと正直なやつじゃ、そのまま懐に入れても文句は言わぬものを、わしは良き家臣を持ったものだ。その場で清永を称賛し、余った金をそっくり与えたそうです。またこんな話もあります。清永が岩槻2万石を与えられた時、預け料として別に1万石を預けられていました。そもそも預け料から入る年貢は管理者が好きにしても良いという不文律があったのですが、清永は一切手をつけることはありません。そっくり全てを江戸へ運んだそうです。慈悲深く正直者、もし上司にするなら清永のような人物だったら誰からも文句は出ないことでしょう。第4位、民生に優れた手腕を発揮し、海軍の将に優しく接した武将、田中義政は農民から身を起こし、筑後柳川32万石の大名にまで出世した人物です。
地味で目立たないながらも堅実に民政を推し進め、現在でも彼が残した功績を見ることができます。もともと近江の農民だった義政は宮部慶順に仕えて頭角を現し、慶順の養女を妻に迎えたといいます。後に才能を見込まれて羽柴秀吉の甥、秀次の守役として抜擢され、家老になってからは近江八幡の整備を進めました。諸役や税金を免除して商業の振興を主導し、生活用水を供給することで庶民の利便性を向上させました。小田原の駅の後、家康に代わって岡崎城主になると、矢作川に堤を作って洪水対策をしたり、橋を架けて東海道を導き、城下に宿場町を作りました。また積極的に商工業を奨励して産業の振興を図ったといいます。近江八幡にしても岡崎にしても、現在ある町の原型は義政が作ったものでした。義政は城下の見回りを日課としたようで、腹が減ると弁当を広げ道端に座って食べることがたびたびだったとか。庶民たちにも気軽に声をかけていたそうで、そんな気さくな殿様ぶりは大いに親しまれたといいます。慶長5年1600年、天下分け目の関ヶ原の戦いが起こりました。義政は東軍に味方して、3000を率いて石田三成と激突。激戦の挙句、東軍の大勝利に終わります。一方、敗れた三成は逃走を図って伊吹山中に隠れました。そして洞穴に身を潜めていたところを義政の手勢に捕らえられたのです。義政も三成ももともとは近江出身ですし、出生地も隣同士でした。二人は普段から親しく接していたようです。引き立てられた三成は義政と対面して懐かしそうに語りかけました。久しいな、わしを捕らえたのが貴殿でよかった。すると義政は、これも戦国の習い、許されよと言い、精がつくニラをたっぷり使った粥を差し出したといいます。確かに三成は敗者の立場でしたが、義政は対等な立場で接しようとしました。その姿はまるで親友同士のようだったと伝わります。三成は手厚く扱ってくれた礼として、亡き秀吉から賜ったという脇差しを送ったとも。この戦いでの義政の振る舞いは勝者のおごりを感じさせないものでした。敗れた明石武範の逃亡を手助けしたり、かねてから親交のあった山田巨力の家族を落城間際の沢山城から救い出したという話も知られています。やがて論功交渉の結果、柳川32万石の大名となった義政ですが、領民だけでなく迫害されるキリシタンに対しても恩情を与えました。厳しい禁教令によって小倉や博多から多くのキリシタンが救いを求めてやってきます。そんな中、義政は温かく彼らを迎えたそうです。義政がキリシタンだったという説もありますが、彼の慈愛に満ちた精神はきっと初めから生まれ持っていたものに違いありません。第3位、実は家臣を慈しみ領民から慕われた名君だった明智光秀。一昔前までは逆進下克上の代名詞としてダークな印象のあった明智光秀ですが、大河ドラマの影響もあったためか、その実像が見直されてきています。また光秀とゆかりの深い丹波地方では地元の英雄として認知されているようです。やはり共通して言えることは、家臣思いで領民を慈しみ家族愛にあふれていたという面でしょう。光秀が書いた書状は160通ほどが現存していますが、その多くは家臣に宛てたものです。病気の家臣を気遣ったり、合戦で怪我をした家臣に養生を勧めたりなど、細やかな心遣いが見て取れます。最も有名なものが丹波の土豪小畑長明へ宛てた書状でしょうか。長明は丹波攻めの際に光秀に味方し、渦城攻めで傷を負っていました。光秀は長明の傷を気遣って心配し、しつこいくらいに養生を勧めています。光秀としても忠誠心の強い家臣を失うわけにはいきませんから、よほど長明のことを気にしていたのでしょう。
また丹波の国衆のすべてが心から振幅していたわけではないため、国衆たちをまとめる役割を長明に求めていたのかもしれません。長明に明智姓を与えている点から見ても、丹波国衆のリーダーとして期待していたのでしょう。光秀の腹心となった斎藤利三との逸話も見逃せません。主君稲葉一徹と確執のあった利三ですが、一徹の元を飛び出して光秀に庇護を求めてきました。もちろん一徹は利三を返せと言ってきます。ところが光秀はそのまま家臣として迎えてしまいました。さすがに信長からきつい叱責を受けるものの、光秀は動じません。日頃から良き家臣を持てと申されたのは上様のはず。これも全ては織田家のためでございます。光秀はとうとう信長を押し切り、利三は晴れて家臣となりました。光秀もかねてからの利三の有能ぶりを知っており、必ず自分の片腕になると確信したのでしょう。利三もまた光秀の思いに感激し、終生仕えることを決心したのだとか。また近江坂本にある西教寺は比叡山焼き討ちの後に光秀が復興した寺ですが、ここでは戦死した家臣たちの菩提を弔い、身分を問わず供養米を寄進しています。自分のために死んでいった者に身分の上下はない、優劣をつけず供養するべきだ、そんな光秀の心の内がわかるようです。一方、光秀が領民たちから慕われていたことを示す遺物があります。それは光秀が築いた中山城の近くにある自元寺に現存しており、黒く塗られた座像、黒光大雄尊と呼ばれるもの。坂本や丹波などの領国で光秀が全盛を敷いたことで知られていますが、光秀が死んだ後も領民たちは彼を慕い、その姿をかたどった木像を作りました。しかし光秀には逆賊の汚名が着せられています。そこで人目をはばかるためにわざと墨で黒く塗りつぶしたそうです。現在でも光秀の遺徳を忍んで参拝する人が後を絶ちません。第2位、兄を支えて天下取りの道へ、人の痛みがわかるナンバー2、豊臣秀長。兄秀吉の覇業を陰から支え、名実ともに最強のナンバー2との呼び声が高い人物が豊臣秀長です。兄と同じ低い身分の出身ですが、目立たないながらも誠実な人柄で、しかも温和で優しい気質の持ち主でした。まさに秀長がいたからこそ秀吉も大きな成功を収めることができたと言っても過言ではないのです。まだ秀長が若い頃、こんなエピソードがあります。角俣城を築城する際、蜂須賀小六に協力を求めた時のこと。秀吉はいつもの調子で大風呂敷を広げながら説得を続けましたが、小六は一向に応じません。なぜなら言うことがいちいち大げさで信用できなかったからです。そこでそばに控えていた秀長が理路整然と誠意を尽くして説得したところ、よし、お前の言うことなら信用できると小六が応じたというのです。おそらく後世の作り話かと思われますが、秀長の誠実な性格を表した逸話でしょう。やがて時は流れ、秀吉は天下人となります。秀長も大名となって重鎮と呼ばれますが、ナンバー2としての立場は変わりません。むしろ豊臣政権内の潤滑油としての役割を果たすのです。長久手の戦いで失態を犯した羽柴秀次に対し、秀吉は烈火のごとく怒りますが、それを取りなしたのが秀長でした。ひたすら甥の立場をかばい、続く奇襲攻めでは秀次の後見役として出陣。秀次は見事に汚名を返上したのです。もちろん秀長の世話になった大名は少なくありません。たとえ秀吉の怒りを買ったとしても、秀長は真摯に耳を傾けて言い分を聞きました。そして兄秀吉に取りなして事なきを得たといいます。内々の義は宗益、利休、公儀のことは最小、秀長に相談せよといった具合に、秀長は諸大名の良き理解者として振る舞っていました。
秀吉としても実の弟ですし、全幅の信頼を置いていますから、秀長の言葉を聞かないわけにはいきません。秀吉に屈服した長宗我部元親にしても、島津義久にしても、秀長の寛大な配慮があったからこそ滅亡を免れたと言えるでしょう。また内政面でも非凡な才能を発揮しています。秀長が与えられた大和の国は統治が難しく、興福寺をはじめとする寺社が大きな権力を握っていました。また武士に奪われた土地も多く、秀長が入国した途端に放領された土地を返してくれと言ってくる有様。そこで秀長は寺社、在地武士双方の意見を聞いた上で検地を断行します。やがて土地の詳細が明らかになると公正な採決を行いました。そして誰もが納得する形で土地騒動を収めてみせたのです。また僧兵を要する興福寺や妙楽寺には武装解除を命じ、その代わり寺領をきちんと認めると約束しました。こうして絶えず騒乱の火種を抱えていた大和は静まり、誰もが暮らしやすい国になったそうです。秀長がいたからこそ豊臣政権はうまく運営されたのであり、もし秀長がいなければ安定した政権運営は望めなかったかもしれません。実際に秀長が亡くなった後、豊臣家はゆっくりと滅びへと向かっていくのです。第1位、武士を捨てることも厭わない、博愛の心を貫き通した武将、高山右近。戦国時代から安土桃山時代にかけて全国的にキリシタンが爆発的に増えた時期でしたが、多くの大名たちも洗礼を受けてキリシタン大名となっています。とはいえ中には南蛮貿易の利権に目がくらんだだけの者もいて、本当に純粋なキリシタンだったのは数えるほどでした。そんな中、高山右近ほど徹底した信仰の持ち主はいません。まさに博愛の心を貫き通した武将だと言えるでしょう。右近は12歳の頃に洗礼を受けてジュストと名乗りますが、その意味は義の人となり、最初からキリスト教のために全てを投げ打つ運命を持っていたのかもしれません。その強烈な信仰ぶりは数々の逸話でも知られています。荒木村重の与力に加わっていた右近でしたが、天正6年1578年に村重が何の前触れもなく謀反を起こします。右近は妹と嫡男を人質に出し、村重に思いとどまるよう説得しますが失敗。一方信長は右近が味方しないなら宣教師やキリシタンを皆殺しにして教会を破却すると脅しました。右近は城内の聖堂にこもって考え、やがて結論を出します。そして出した答えが武士を辞めることでした。右近は紙の衣を一枚着たまま信長のもとへ出頭し、全ての領地を返上し武士を辞めることを伝えます。ところが信長の答えは意外なものでした。領地は返上するに及ばず、これからもしっかり使えよ。こうして右近は危機を脱し、大名としての存続が許されたのです。ちなみに右近は高槻の地で全盛を敷いたとされています。現代風に言えば福祉国家と呼べるものでした。まず領内に4人の自費役を置き、他国から来たキリシタンに宿泊所や食事、衣類などを与え、貧しければ何日でも世話をしたそうです。また冬の寒い日には右近は大量の衣類を着込んで城内を歩きました。そして寒い思いをしている家臣がいれば自らの着物を脱いで与えるほどだったとか。当時は死者を葬る場合、身分が低く貧しい者が引き取って埋葬したそうです。しかし貧しい人が亡くなった時には右近自ら棺を肩に乗せて運び、男女に関わらず手厚く葬ったようです。人々の福祉に心を砕く右近を見た人々は感激し、高槻では8割もの人々がキリシタンになったのだとか。まさに日本で唯一無二のキリスト教都市だったのです。やがて本能寺の変が起こった時、混乱に見舞われた機内では各地で暴動が発生します。ところが右近が治める高槻だけは誰一人暴れることもなく平穏無事だったそうです。
おそらくウコンが敷いた前世と彼自身が行った模範的行動によって領民からの絶対的信頼を得ていたためでしょう。やがて江戸時代になって禁教令が出され、ウコンは国外追放となりました。しかし武将でありながら博愛の精神を忘れず、ひたすら信仰を貫き通した生き様は今でも人々に深い感銘を与えているのです。最後まで動画をご覧いただきありがとうございます。今回の歴史の細道はいかがでしたでしょうか。これからもワクワクするような歴史の動画をお伝えできればと思っております。もしよかったらチャンネル登録お願いしますね。こちらの松尾芭蕉のボタンを押していただければ登録画面に飛びますので、どうぞよろしくお願いいたします。またよろしければこちらの動画もご覧いただければと思います。